ワイン業界のツートップ、フランスも知らずしてワインを語れないって言ってもね、過言ではないね。天国のようですよ。本当にイタリア行きたい。毎度のワインドマイ竹前です。今回はフランスワインとイタリアワインの違いについて話していきたいと思います。イエーイ。はい、ワイン業界のツートップ、フランスとイタリアですけど、なんとなくね、それぞれの国のワインのイメージってあると思うんだけど、どうですか？この二つの国って、なんかイメージ違いません？ね、私のワイン好きの女性友達は、フランスはね、格式がしっかりしていて、知識がないとなんだか踏み込んじゃいけないイメージなんだけど、でもイタリアは窓口が広くって、誰でも気軽に考えすぎずに楽しむことができるワイン。あとなんか昔に比べて全体的にイタリアワインって飲みやすい味になったねってね、言ってました。で、まあこれは、たった一人の意見だけれども、皆さんどうかな？どう考えます？で、フランスワインとイタリアワイン、それぞれ魅力があるんだけど、具体的な違いって分かりにくいと思うので、おおむねどんな感じなのか、フランスワインとイタリアワインそれぞれの全体像を説明していきます。まずフランスワインの一番の特徴は、味わいが複雑だということですね。全体的にワインの風味が繊細だし、フランスはイタリアよりも北に位置するので、酸味っていうのがワインの特徴になってくるんだよね。で、ワイン好きの方たちはこの酸が好きだったりするんだよ。だから酸がないとワインじゃないみたいな言う人もいるんだけど、こう正直ワイン初心者の方にとってはなんでかこのワイン酸っぱいって感じちゃって、難しいとも言えるんじゃないかなって思うのね。で、食事で例えるとフランスワインは繊細な和食とか懐石料理みたいな感じですかね。で、対してイタリアワインの特徴はというと、カジュアルに楽しめて、とにかくバリエーションが豊かなんですよね。で、なんでかっていうと、イタリアのね、国を想像してもらいたいんですけど、南北 1300km の、縦長の国すべての20州でワインを作ってるから、日本も縦長じゃないですか。で、北海道と沖縄が全く環境が違うように、イタリアもそれぞれの場所で気候や土壌が違うから出来上がるワインが変わるんだよね。で、ちなみに全世界の中でワインが一番生産されている国はフランスではなくてイタリアです。そう、イタリアが生産量1位なんだよね。だからそこら中にワインがたくさんあるし、なんならワイン作りをしている人もたくさんいるわけだから、だからもう親近感を感じられちゃうんじゃないかな。で、イタリアはフランスよりこう南に位置するので、どちらかというと酸が特徴っていうよりかはボリューム感があって、分かりやすいワインの味わいが特徴的かな。だから濃厚とか、なんか美味しいとかね、ワインを飲み慣れていない初心者の方でも飲みやすいって思えるワインが多い印象があります。で、食事に例えるとイタリアワインは美味しい B 級グルメですかね。富士宮焼きそばとかさ、親しみやすくて美味しいじゃないですか。そんな感じ。だからまとめると、フランスワインは極め買いがあるほど奥深く繊細で、イタリアワインはとにかく楽しむっていう感覚が私にはありますね。で、楽しむっていうのはどういうことかっていうと、ワイン作りにおいてフランスのワインだとルールとか規制がガッチガチなんですよ。だからフランスのワイン生産者の方々は法律の中で美味しいものを作るっていうイメージ、対してイタリアワインはルールがあるようでないと捉えられてる部分もあって、美味しいワインなら何でもいいじゃないって。そう、だからつまり法律を無視してても自分たちが美味しいって思えるこだわり抜いたものを作るという、そんな雰囲気があるんだよね。だからイタリアワインは肩肘張って飲むっていうよりかは、もう国民酒としてみんな楽しんで飲めるような感じで、日本人で言うさ、とりあえず生くださいみたいなね、生ビールみたいにイタリアワインをもうガブガブグビグビ楽しめるのが特徴かなって思ってます。で、もちろんね、今話したことだけが全てじゃなくって、親しみやすいフランスワインだって、高級なイタリアワインだってありますので、あくまでも概ねのね、全体像として捉えてください。ではここからはちょっと深掘りして、それぞれの価格について話していくね。まずはフランス、フランスワインはもちろん格式ばった高級なものだけじゃなくて、1000円台のお安いワインもあります。で、場所で言うとフランス南部の方の地方とかはそうかな。だから結構ね、北部の方に高級なワインとかってあるイメージ、ざっくり言った、はい、でもね、フランスワインは本当にピンキリなんですよ。ピンがね、もうすごいのよ、想像をはるかに超えていくので、フランス内にあるワインの名城地ブルゴーニュ地方なんて5万円以上するワインがもうゴロゴロあるんですよ。
で、それにこの土地で生まれる世界最高峰の赤ワイン、ロマネコンティなんて過去6000万円くらいの市場価格になってるからね。で、今回はイタリアワインと、まあ、たまたまというか比較してるけど、もうね、どこの国と比較してもこんなに高いワインがたくさんある国なんてフランス以外にはないです。ブルゴーニュ以外にはないですってもうね言い切れちゃいます。でまたアメリカやチリとかの国はね、フランスからブドウの苗木をもらってたりとか、フランスの醸造法を学んでね、自国のワイン作りの基盤にしていたりとか、もうねフランスを知らずしてワインを語れないって言ってもね過言ではないね。あと私思うんですけど、日本人の方って何かさ一つをさこう極めたりとかコレクションしたりとかどんどん探求していくのって得意じゃないですか。だからフランスワインを極めようと思ったらなんていうの、もうズブズブどこまででもハマっていけちゃうんだよね。で味わいが美味しいっていうのももちろんなんだけど、このさどこまででもお金を投入つぎ込めたりとかさ、味わいの違いもさ、なんか生産者によってとかもういろいろ細かい違いで、ね、味全然変わっていくんだよ。だそういうのが勉強できるのがフランスワインの魅力であり、まあ恐ろしさでもあると私は思います。対してイタリア、ね、イタリアワインは水よりも安いって言われていることで有名だけど、イタリアワインのね 85% がデイリーワインって言われるほど日常生活に馴染んでるんだよね。ね、酒屋さんに空き瓶とか空の容器を使用した量り売りのお店も多くあって、そこだとね1リットルのワインが1から2ユーロで買えるんだとか、だから100円200円って話だよね。びっくりだよね。でまさに私にとってはね天国のようですよ。本当にイタリア行きたい。ね、イタリアに行ってワインが好きになったっていう友達もね結構いっぱいいるんですよ、私の周り。なんでこんなに安いワインがたくさんあるのって気になるところだと思うんだけど、イタリアってねワイン用のブドウが育つのにとっても最適な土地なの、もう国なの、場所なの。だから早い話、あまり手を加えたりとかお金をかけなくても美味しいワインがこう自然と出来上がっちゃうのね。だから2000円から3000円くらいの価格帯であればフランスワインよりもイタリアワインの方が圧倒的にコスパが良くて美味しいっていう人もいるわけなんですよ。でもまあイタリアの高級ワインもまあもちろんあるんだけど、10万円超えのワインって言っても頭の中に出てくるのは、ね、スーパータスカンと言われるマッセートってワインくらいかなって思って、あとはね高くても5万円くらいでは購入できるイメージ。そうだからイタリアは高級ワインもあるにはあるんだけど比較的少ないんだよね。はい、ではここからはぶっちゃけどっちの国のワインが人気なのというところについて考えていきたいんだけど、まあ、私の知っている限りで高級ワインバーだともうフランス一択っていうぐらいフランスワインの方が多い気がするかな。で飲む人もそうだし置いてあるお店側もそう。で逆にレストランとかだとイタリアワインの方がコスパよく美味しいものが飲めると思ってます。やっぱりワインってたくさんあるからお店のメニュー見てもね知らないワインがあって当然なんだよ。でそんな中でぶっちゃけねどこの馬の骨かわからないイタリアワインをお願いしますって頼んでも、まあ、失敗しない可能性が高いんじゃないかなって私は思う。あとは比較対象としてはスパークリングワインシュワシュワしてねあのワインがあるんだけど、フランスだと有名なのが、まあ、6000円くらいのシャンパンね。でイタリアだと1000円くらいのスプマンテが、まあ、どちらも辛口ですっきりしたスパークリングワインになるんだけど、やっぱりねここでもフランスのシャンパンの方が、まあ、北に位置してるからこうキリッとね酸がしっかりしてるのね。でイタリアのスプマンテの方はもう少し甘やかな口当たりだから、こちらも酸がしっかりしてるのが好きなんですっていう方はもうシャンパン一択で飲んでる印象ですかね。あと経営者の方とかはねシャンパン高いからそもそも、みんななんか飲んでるのをステータスにしてるイメージもあります。で少し甘口めなワインが好きだったりとかワインを飲み慣れていない方はお値段も安いし、イタリアのスプマンテを飲まれている方が多いイメージかな。で私の場合だと普段飲みにするならスプマンテでも、自分の誕生日とかさ、友達の、まあ、私ぐらいの世代になるとさ、結婚祝いとかもさ、増えてくるわけなんだけど、そういう時は、スプマンテじゃなくて、シャンパンを飲みたいし、プレゼントしたいと思います。はい、ということで、いかがでしたでしょうか？フランスワインとイタリアワイン、それぞれに違った魅力があるんですよ。ぜひ皆さんも気分でね、飲むワインを国で選んでみるとか、ワインを楽しむ選択肢をもっともっとたくさん増やしてもらいたいと思っている。おかえりです。ということで、勉強になったと思った方、高評価とコメントお願いします。で、これからも私を見ていたいなと思ってくださった方は、チャンネル登録と LINE の登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。
バイバーイ。もう一生さ、フランスワインとイタリアワインどっちかしか飲めないって言ったらどっちになる？フランスです。いや、イタリアも好きだよ。イタリアも好きだけどね。